おはようございます。京都女性漢方松宮局管理薬剤師目垣真由美です。今日はうつ病のことについてシリーズでお話ししているんですけれども、よかったらまた見てください。今までのお話は説明欄のところに、再生リストで女性のための優しい心の教室という題して話しています。後からよかったら見てください。で、今回のお話なんですけれども、うつ病は自己判断は危険ですよ、不安を感じたらすぐに病院に行きましょうというお話になります。うつ病というのはがんや糖尿病とは違って、その病気の大きな違いなんですけれども、それが病気だと分かる客観的ないろんな情報が非常に少ないというところになります。例えばがんであれば超音波検査などでその腫瘍の場所っていうのを確認できたりとか、あとは糖尿病でしたら血液検査で血を抜いて糖の量を測る血糖値という値を見るだけでもその客観的な情報が得られるので、病名が分かることができます。それに対してうつ病というのはバイオマーカーなど、例えば血液検査、尿検査などでは全くその情報が得られないです。そこのバイオマーカーの数値はどこも異常がないのに、うつ病という診断をしないといけませんので、その専門の先生にとっては総合的に判断するしかありません。で、そのうつ病というのはどうかはっきり分かるのは専門医でしたら分かるんですけれども、それでもがんとか糖尿病などに比べると分かりにくいです。ということは安易に自己判断で自分は、病気じゃないとか、逆にすごい病気が重いんだっていうふうに判断するのは少し要注意ですよということになります。ただしうつ病になると頭痛とか不眠などの症状が出てきます。こういった体の症状が出てくるのも実際にあるんですけれども、それら一つ二つの症状があるからといってこれもまたうつ病と決めてしまうのは危険になります。そのうつ病の症状の一つにそういった頭痛不眠があるというのを知っておくのが大事です。またうつ病というのはちょっとこう珍しい病気、レアケースと思われがちなんですけれども、実際は違うんです。うつ病の患者さん現在国内で約127万人存在すると言われています。127万人、ピンと来にくいんですけど、例えばですが京都府の全人口が今現在約253万人あります。ということは京都府全人口の約半分がうつ病で診断されているということになるんです。そしてさらに全世界を合わせると年間ですが約80万人のうつ病、80万人の人がうつ病で自殺をしているという現状があります。全世界で80万人ということは、先ほどの京都府全人口250万人で考えたら約その3分の1が、全世界で1年間に亡くなっている、自殺している原因はうつ病でということになります。ということはうつ病は一般的な病気なんです。自分は明るい性格だからうつ病なんて関係ない、うつ病なんかならない、うちの家系は全員明るいからそんなん全然関係ないなんて思っていたり、割と人にそうやって言っている人、実はそうではないんです。うつ病になる可能性は誰でもあるということ、これを今回はお伝えしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。松見薬局は、心の相談、体の相談受け止まっております。ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。